どうもーちでーす。前回ですね、今後ろに見えている全自動小麦収穫機ですね、これを作ったんですけれども、はい、こちらですね、装置をさらに増やしました。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 機今作ってあります。で、これですね、すごく収穫率がいいんですけど、これ見てください。まあ種も結構できるんですけど、でもこの小麦の方がですね、すごく大量に作れるんですよ。ただこれ8機も作っていうのもなんなんですけど、こんなにですね、いらなかったですねこの町ではですね、スケルトントラップがあるんですけれども、骨粉には今まで全然困ってなかったんですね。でもこれ8機つけたら消費がすごい早いんですよ。これ見てもらうと分かるんですけど、もうずっとこんな感じでなくなっていくんですね。でこれが8機あるので、いくらこのラージチェストパンパンにしてもすぐなくなっちゃうんですよ。で今骨粉多すぎてちょっと蓄えきれてなかったんですね。で骨ブロックに変えて備蓄してたんですけど、もうそれもどん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 今使ってる状態ですね。逆に今度小麦が多すぎてどこに置くか迷うぐらい増えちゃってます。だから皆さんですね、作るときは1機で十分だと思います。こんなにいらないですね。あとですね、あのあと人参とじゃがいもでもこれは通用するのかと思って試しに作ってみたんですけれども、村人さん全然農作業しませんでした。もうずっと硬直状態ですね。ずっと一点を見続けたまんまで動きもしなかったですね。なのでやっぱりこれは小麦以外は使えないんだなと確信しました。はい、お待たせいたしました。いよいよ今日はですね、リクエスト企画第1弾やっていきたいと思います。今回のリクエスト企画でですね、多くの方からリクエストいただいてありがとうございました。その中でもですね、誰でも使えるものっていうものを今回はあえて選ばさせていただきました。はい、そのコメントがこちら。てるすけさんからで、ガラスを上に積み上げてその周りを囲みまして、下にドロッパーつけてボタンを押すと、なんとアイテムがガラスをすり抜けて上に上がるではないか。これを使えばコストがかなり減らせますということで、これアイテムガラスエレベーターっていうらしいんですけれども、今回はこれを作ってみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、これですね、パッと見なんだこれっていう感じなんですけれども、まずはエリリンの方にラージチェストに、今回は分かりやすいようにレッドストーンを入れてもらいます。じゃあお願いします。はい、どうですかこれはですね、複雑な回路がなくてもどんどんアイテムが上に運ばれるっていう代物ですね。これ結構いろんな場所に使えるんじゃないのかなと思うんですよね。すごくないですか。上にホッパーとかつけて、でラージチェストつけておけば、例えばですね、こういった場所でも使えます。はい、以前作ったスライムトラップタワーですね。でここでこのスライムボールを、まあ、この下に回路組んでるんですけれども、ドロッパーで一番上まで持ってってるんですね。で後ろに回路をつけて上までスライムボールを持ち上げてるっていう機構なんですけれども、これも先ほどのアイテムガラスエレベーターを使えば、回路は最小限に抑えて簡単に上まで持っていくことができるんですね。で今回ここにもつけようかと思ったんですけれども、ちょっと構造上かなり作り直さないといけなかったので、今回はこのままにしておきました。はい、そしてこれが僕がちょっと今回さらっと作ったものなんですけれども、まあそんなに難しいことはやっていないんですね。であえて今回は先ほどのスライムボールを上に上げるっていうことを想定してここに作ってみました。まあ皆さんはですね、その建物に合わせて応用を聞かせて作ってみるといいと思います。じゃあ早速作っていきましょう。まずですね、ドロッパーを上向きにつけます。これ口が必ず上に向くようにしてください。で次にガラスブロックを5個積み上げます。1,2,3,4,5個ですね。ここは施設に合わせて高さは調節していただいて大丈夫です。今回はサンプルなので5個分積み上げてみました。そしたらですね、このガラスを中心に4方向に同じようにガラスを置いていきます。
1、2、3、4、5個、1、2、3、4、5個、1、2、3、4、5個、1、2、3、4、5個ですね。はい、今全体はこうなってます。ここを注意してくださいね。どこか一つでもですね、ガラスブロックを置き忘れるとうまく動作してくれなくなります。はい、じゃあ次行きましょう。次にですね、このドロッパーを動かすために後ろにレバーを置きます。で、ドロッパーの中にレッドストーンを入れておきます。これで基本的な装置は完成ですね。あとはちょっとエリリンにレバーをオンオフしてもらいましょう。はい、じゃあお願いします。はい、そうするとこんな感じでアイテムがどん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 上に、何もなくても上がっていきますね。まあ、こうすることによって一番低い位置から上に上げることができます。ただ今ですね、このレバーでわざわざ一回一回オンオフオンオフって繰り返してるので、まあ、正直相当大変ですよね。まあ急いでやろうと思ったらこうなりますね。もう手が腱鞘炎になるぐらい大変です。なのでここをですね、回路を組んで自動化していきたいと思います。はい、じゃあ早速装置の方を作っていきましょう。まずドロッパーの前にレッドストーンコンパレーターをこの位置で置きます。この時々2つ出てる方がドロッパー側に向くようにしてください。で、次にその前にレッドストーンリピーター、遅延は1のままで大丈夫です。で、レッドストーンをコンパレーターの方からレッドストーンリピーターの方にこのように接続してください。今こうなってますね。はい、で最後につけた今こちらですね、レッドストーンから同じようにレッドストーンをつけてください。これはですね、自動仕分け機の時にも同じものを作ってますね。はい、上から見るとこうなります。で、この時点でドロッパーの中に物を入れた時にこの回路が感知してドロッパーから吐き出すようになってます。ただ毎回ドロッパーに入れるのは大変なので、次はホッパーとチェストをつけていきましょう。今回路を組んだ真裏ですね、まあ、これは皆さんの施設に合わせて調整してください。今回は参考程度に見ていただければと思います。はい、こちら真裏に移動してホッパーをドロッパーに向けて接続していきます。今こうなってますね。で、最後につけたこのホッパーの右側に接続します。あと同じように左側にも接続します。後ろから見るとこんな感じになってますね。はい、そしたらこのホッパーにチェストをつけていきます。今回は隣接しているのでチェストとトラップチェストを交互につけていきます。まずはチェストですね。で、次にトラップチェストで、またチェスト。はい、じゃあ一通りぐるっと見ていきましょう。こんな感じですね。そんなに難しいこともなく、まあ、単純に作られてます。回路の方もですね、もうこれだけなので、まあ、かなりシンプルになってますね。こんな感じになってます。じゃあ先ほどですね、連打していたエリリンにもう一度この落差を味わっていただきましょう。ではどうぞ。これで腱鞘炎にならなくて済みますね。レバーをガチャガチャする必要はこれでもうないです。で、今の状態だと上にレッドストーンが溜まってしまっているので、もう一手間加えてみましょう。このエレベーターはですね、一つの特性があるんですね。それはこれ、例えば一箇所ガラスを壊します。そうするとここにレッドストーンを入れた時に
その壊したところから出てしまうんですね。はい、こういう特性があります。この特性を利用して上にアイテムを回収する機構を作っていこうと思います。まずこの真ん中のガラスを2マス分壊します。でその前のガラスも2マス分壊します。でこの前の壊したガラスのさらに前、ここにガラスを1個置いておきます。でここにですねチェストを置きます。で後ろに戻ってこのチェストに向かってホッパーをつけます。はい、今こんな感じになってますね。じゃあこれで一旦装置を動かしてみましょう。レッドストーンを入れます。大丈夫そうですね。ちょっと上行ってみます。はい、こんな感じでですねこのホッパーの上にはガラスがないので、それ以上上にレッドストーンは上がろうとしないんですね。なのでそのままチェストの方にレッドストーンが入っていきます。ちなみにですねこの回収する場所の失敗例をお見せします。例えばこのホッパー1つだけつけて2つ目を壊します。でチェストを今あったホッパーの場所につけます。ここのガラスの土台はもういらないので壊しちゃいます。そうすると今はこうなってますね。この設置の仕方をするとこのチェストの部分が一つのブロックと認識しないので、このチェストの方にレッドストーンが飛び出てきます。ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じですね。ホッパーにレッドストーンが入る前にホッパーの横が空いてしまっているのでレッドストーンが飛び出てきます。はい、今もう一度直しました。この状態だと飛び散らないできっちりチェストの中に入ってくれます。ここですね、ほんとちょっとしたことなんですけれども、そのちょっとしたことで作り間違えると全然回収の方が機能しなくなるので注意してください。でこの機構ですね、僕なりになんでこんな風になってるのかなってちょっと考えてみたんですけれども、なんか一つ思い当たる点がありました。それを今からお見せしましょう。マインクラフトをやってる方なら結構な確率でブランチマイニングをやってるかと思うんですけれども、こういう記憶ありませんか？例えばこうやって掘っていきますよね。こうどんどん掘っていきます。でここまで掘った時にここ今下に石が転がってる状態なんですけれども、ここをですね石で塞ぐとこうやって石が上に上がってきますよね。こうやって今塞いだところからどんどん上に上がってきましたね。要はこの機構をあの装置で応用してるのかなって僕は考えました。ってことはどういうことか分かりますよね。また戻ってみましょう。多分勘のいい方だったらもうお気づきになられてるかと思うんですけれども、このガラスですね、僕が思ったのはガラスじゃなくてもいいんじゃないのかなと思いました。ちょっと試しにやってみましょう。はい、それがこちらですね。全部石で作ってみました。先ほどのガラスの部分を石にしてます。はい、こんな感じですね。別に何も変えたところはないです。ガラスを石にしただけですね。でこの状態で装置が動くのかどうか確認してみましょう。はい、じゃあお願いします。うん、上がってきてますね。ちゃんとチェストの方に流れていってますね。はい、こんな感じでレッドストーンちゃんと入ってきてます。はい、というわけでですね、今回はテルスケさんからいただいたリクエストのアイテムガラスエレベーターを作ってみました。これガラスじゃなくても大丈夫です。普通に石でもできました。皆さんもですね結構簡単に作れるのでぜひ試してみてください。このリクエスト企画ですね、まだまだこれからも続けていく予定なので、
何かこういうのが作ってほしいとかっていうものがあったらコメント欄かツイッターで教えてください。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あとちーチャンネルでは Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォローお願いします。じゃあ今日はここまで。バイバーイ。